よし、ちょっとごめん、今、チャンスです。逃がすな。やった、月さん、初見です。ありがとうございます。みんな、囲め、捕まえろ、逃がすな。そっち、走った。月さんが走った。捕まえろ。いった。よし、縄回せ。よーし、捕まえた。よし、今月さん捕まえました。よっしゃ、月さんを丸裸にして縛り上げて十字架に貼り付けにして火を起こしましょう。月さんよろしくお願いします。すごいやろ、初見さんいますかって言って初見がいたらその人いじって仲間に無理やり取り込むっていうやり方でやってきてますからね。もうそれで4万7000人増やしたらすごいことやよね。時間かかったやろうな、一人ずつ増やしていくっていうのは。その代わり皆さん団結力が高いんですよ、うちは。ありがとうございます。チェン、勇気を持て。なんでバカ。またもトラバサミ。何これ、開かへん。なんでこれ開かせん。あ、ここなんかあるよ。出た、カプコンガチャガチャタイム来たよ。カプコンガチャガチャタイム。全然わからへん。何これ、なんや、なんか資料あった？これすげえ組み合わせあるやん。多分順番もあるはずやから。これは難しいな。さすがに無理やろ。またヒント資料があるんやろ。さすがに無理やろ。なんガチャガチャやっとって。無理やと。もうええわ。ヒントは割と近くにあります。マジ？壁と同じ絵柄を選びましょう。壁。何、壁って何よ。これか。どこにいんだよ。ちょっとごめん、酔ってきた俺。やっぱ酔うな、壁が近いとこ酔うな。あれ、これ見たことあるやつがある。ここ来たっけ。あれ、これまたあんのこれ。今度は違うマークや。一発で入った。勝利。
ドグちゃんは運を持っている男です。もう一回人気になるぞ。夏いな。お手軽版トライアル行こうか。よっしゃ、お手軽脳年齢チェックやるわ。脳年齢チェックします。色がついた色の名前、色を声に出して答えていきます。いきます。爽やかにいきます。黄色、赤、黒、黄色、これは脳年齢25歳。おじいちゃん。おい、これ壊れとるやろ。なんで80円やん、ジジイやねえか、おめえた。こっちはピチピチの44やぞ、アホ。失礼な。なんでえな、おめえ。失礼やわ。クソ、ジジイ。みんなはセクロスしてるかな？はい、よろしくお願いします。あ、動く動く、やーい、しゃーい。わー、すごい、みんな見て。主人公がすごい、なんか種飛ばしとる。わあすごい、種飛ばしてなんかいろいろ相手に打ち込んどるよ。相手に打ち込んでますよ、種。あーすごい、激しいクラッシュ。さすがセクロスだ。すごい、やーい、すごい。相手と見て、激しいぶつかり合いがしとる。相手と激しいぶつかり合い。うわすごい、相手の上に乗ってますよ皆さん。セクロスです。相手を後ろからついて激しくクラッシュ。すごいですね皆さん、セクロス生配信です。相手が後ろから激しくついてくる。すごい、正しい位置から攻撃してくる。これは正常位と言えますね。僕はバックから攻撃しよう。すごいセクロスだ。おい、よしよし。あ、種を飛ばしてます。2連射で飛ばしてます。すごい、あ、すごいです。騎乗位です。騎乗位で攻撃してますよこれ。すごい、あ、相手がバックからついてきた。危ない、これ危ない。僕もバックからつこう。うわすごい。そして、なんか取った。すごい、なんだあれは。なんかゴム状のものを取りました。わあ、いろいろ助けたぞ。さあ、そしたらアップから、すごい、ああダウン、激しい突き、突きからのこう弾の避け。すごい、ああすごい、ああすごい、すごいです。とにかくすごい。何がすごいかわからん。すごい、激しい突き合い。すごい、これは放送できるんだろうか。すごいぞ、やったー、ゲーゲームオーバー。以上、セクロスでした。プレイ時間1分、ソロセクロス。いい音でかいな、もう。PC エンジン、音でかいな。よし。やったー、俺 PC エンジン好き。これ家庭用のゲームだもんね、もともとは。うわー、ビグビグビグ、でかいの出たー。これおめえ、お面つけとるし、おめえ、ゲーム実況グループいい大人たちの体調そっくりやな、これ。うまい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 、ドグマさん、肉おごってください。うまいうまいうまい。知らない方、検索しましょう。これから体調のことを紹介するとき、PC ゲンジン一面のボスで説明しよう。あいつ、角だけついとらんけどな。皆さん、お待たせいたしました。ということで、改めてなるほどザワールドグナマ秋の祭典スペシャルプロジェクト K 総合優勝はコウスケさんでございました。
ありがとうございます。総合優勝ということで、うん、ここでこういうものを用意いたしました。中華料理食べ放題ツアープレゼントいたします。ただで食べれると思うなよ。いや優勝したから。ただで食べれると思うなよ。なんでお前は中華料理食べたいか。食べたいです。中華料理食べたいか。食べたいです。よし、分かった。ではコウスケ君、ボーナスゲームにチャレンジ。さあボーナスゲーム、コウスケ君は、うん、この方と対決していただきます。対決、ご登場ください。なんとこちらの方です。皆さん、これそっくりさんじゃないですよ。そっくりさんが白塗りしてるわけじゃないですか。これは本物のトランプマンさんでございます。いやー、ありがとうございます。いや、今回はなるほどザワールドグナマということで、まあ、パロディなんですけども、やっぱりなるほどといえば本家からトランプマンさんに来ていただけないでしょうかということで、友人のゴージャスさんにお願いをしたところです。なんと心よく引き受けていただいたということでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいですね。いよいよ個人番組の域を超えてまいりました。いよいよ超えてまいりました。いや、すごいですね。相談なんですけど、自分はお金がないんでどっちかしか買えなくて迷ってるんですが、ドグマさんなら任天堂スイッチとプレステ5だったらどっちを買いますか。XBOX シリーズ X を買いましょう。解決しましたね、はい。だってしょうがないやん、ゲームパスが素晴らしいもんだってね。いや、マジでゲームパスすごいよ。こんなに月額1000円ちょっと払ったらこんなにゲーム遊べるの。今300本ぐらい入ってんだよ。300本は言い過ぎかもしれんけど、龍が如く0から7までやれるんですよ。月1200円ぐらい払ったらびっくりするよ。まあ、今ちょっと品薄らしいですけどね、 XBOX。 まあでもシリーズ X じゃなくて S でもいいよ、全然。いや、マジゲームパスやばいっすよ、本当に。で、究極言うと、まあお金の問題はあると思いますけど、新しいゲームやりたい人は PS5 か Xbox シリーズ SX か Steam、まあ、あの Steam Deck だっけっていう、今あの本体もありますけど、まあパソコン持ってる方はそれでいいと思いますけど、の3つ持ってれば、だいたいどのハードでも、まあ1000倍のタイトルはありますけど、1000倍のタイトルって最近少なくなってきてるので、有名タイトルになればだいたい遊べるので、例外はありますけど、まあどれか1個持ってれば最近のゲームはだいたい遊べることが多いんです。ってなると、この3つのうち1個持ってるのとスイッチをもう1個持ってれば、新しいゲームはね、だいたい遊べる。で、1000倍も1年経ったら他のハードで出ますよっていうパターンも最近多いので、って感じかな。真面目に答えましたけど。あー、ちょっとすごい、みんな見て、春日一番がおるよ。ちょっと、一番ボンバイエ、一番ボンバイエ、
一番ボンバイエ、一番ボンバイエ。すごい、皆さん、春日一番がいましたよ。ごめんなさい、まだドグマさんに焼肉おごってないで、何言ってるんですか、長屋さん。僕がおごりますよ。僕が焼肉食べ放題1580円の店をおごりますよ。あと、中谷さん、この上のね、トアがね、声優の雪成トアさん、代表作は魔女、あとは、他ごめん、トアちゃん、今説明がめんどくさくなってまった俺そう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 、うん、ちょっと知り合いやったみたいやわ。あ、俺なんかあれやな、俺の力で2人を紹介したつもりが、2人の方が知り合いで俺が置いていかれとるパターンや俺おい、なんか勝手に仲良くなんなよおめえ、ここで。これすごいよね、ホストよりもゲストがすごいパターン中谷さん、飯行きましょう。じゃあトワちゃんも一緒に叙叙宴に行きましょう。ビッグ声優がここには来るんですよ。すごいのは友達がすごい。ね、叙叙宴いいけど、あんたらの方が絶対売れとるんやから、絶対俺おごらんからな。これこの前超魔界村というのをですね、スーパーファミコン特集の時やったんですけど、それの R 版、なんとですね、オリジナルの、ステージが追加されているという R、 これも今ねプレミアがついてるみたいですね。じゃあせっかくなんでアレンジモードで、でここで例の人が来たよ。そろそろみんなが大好き、あれあれ、もうボスや、全然めんのが、レッドアリーマーキング全然違う、オリジナルや、うわ皆さん、ゲームボーイアドバンス版オリジナルレッドアリーマーツイングです。いよいよボスに昇格したみたいですね。来た、さあ来い。上に打てないやん。いやーすごい、うーわーすげー機動力、うーわーマジかー。普通のアリーマーが入ってきた、はバル、うそー無理だわ、もうムカつくな、もうなんで冷静なのに受けたんやけど、どうしたんやん、もうえもうあんなもんどうやって避けんの、なんだこいつ、もうそんなもんどうしたらいいのよ。ちょっともうごめん、ここでセーブしていい、もうここでセーブしよう、もうこうなったらもう勝つ、絶対に勝つ。よっしゃ、一発当てたんでもうセーブします。もうこうなったら恥も外聞もね、もう勝ちゃいい、俺が勝てばいい。あー、ちょっとやり直し、よしやり直し、よしよしよし、もういい、なんでもいい、もう勝ちゃいい、卑怯なやつには卑怯で勝てばいい。よっしゃ、これでもうセーブしよう、よしこれでいい、卑怯と言うなら言ってくれ、もうちょい、はい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 、もういい、卑怯と言えばいい、別に何の問題もない、だって向こうが卑怯なんや。よし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 、もう何が何でもこれで勝つよ俺は、決めたもん。よっしゃよし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 、もう絶対勝つ、もう俺のこと汚いとでも何とでも言ってくれ、勝てばいい、勝ったという記録だけが残る、もう勝ち方などどうでもいい。むかつくなもう
これ刻まんとマジで無理じゃない。よし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 、これはもう超魔界山のクリアしたことある人向けかもしれんな、もしかしたら。よし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 、ねえ何発当てればいいの。もう無理だわ。何これ、めちゃくちゃむずいやん。やばい、これダークソウルよりむずいかもしれん。これ何、ちょっとどうなっとんのこのゲーム。よし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 、いいよ、もうもうこうなったらこれ無理やり勝とう。いやーもう、もうちょ、やめ、けっ、けっ、けっ、よっしゃ、すごい、よし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 、無視者みんなごめん、卑怯でも何でもいい、もう勝たせてくれ。俺は今日これ負けた、もう寝れん、もう何でもいい、もうなんなんだこいつは、もうよいしょ、勝ったすまん、正直すまん、死んだとこわからんかった。せーの、インチキロマンシェ、いきます。ここでいいプレイしたらみんなグッドマークとチャンネル登録お願いしてもいい。いやもうくっそ、私あなた好きじゃない、私あなた好きじゃない、私あなた好きじゃない、離れるな。オッケー、どこ、あれどうしたの、おじさん、おじさんどこ行ってまった、あれおじさん帰宅おじさん帰ってってまって、あれ門限迫っとったんかなおじさん帰ってなんであいつ、もう大丈夫だ、定時やで帰ったかな、5時やで帰りますみたいなことなのかな、あれおじさん帰ってって待って、小学校の時にすげえ思っとったのは、すごい曇って雨が降りそうな時、嵐が来そうな前に、これやばいよ、嵐来ると大魔王復活するんじゃないの、大魔王復活したら俺勇者として覚醒するよ。ほんで雰囲気のある丘とかに行くと、わー、このまま歩いてったら伝説の剣が突き刺さってるんじゃないの、まずいよ、伝説の剣見つけたら俺引き抜いちゃうよみたいな、そういうこと思ったことない、やばいよこれ、なんかちょっとこの右の道行ったら怪しい道やけど、もしかしたらガーゴイル出てくる、まずいよとか思ったことない、あの新しい傘とか買ってもらうと、傘を逆に持って、そうそう、あーこれやばいよ、俺パワーかけたらアバンストラッシュ出すかもよとか思っとったことある、俺多分修行したらアバンストラッシュ出せるかもしれんなとか思いながら、何回もこうやってやって、ちょっとあと100回やったら出るかもしれんと思ったこととかない、すごいずっと手がすごい痺れてきて、あれこれ俺伝説の力に目覚めて手からギガデインとか出せるかもしれんって思って、手からうわやばい、来た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 、あ
足もビリビリしてきた。全身から稲妻の魔法出せるかもしれんと思ってよく見たら、あの正座して足がしびれとるだけやった。ほんで小学校の時付き合ったあの中井美智子ちゃんっていう女の子おるやんけど、中井美智子ちゃんがヒロインで、中井美智子ちゃんが大魔王にさらわれたらどうやって助けようと思っとった。中井美智子ちゃんがゾウマ城に幽閉されたらどうやってゾウマ城行こうな。現代やったらゾウマ城はおそらくは岐阜の市役所あたりにあるんやろうな。ほんでダーマの神殿は、まあ、おそらくは岐阜にあるハローワークやろうなとかで称号の時思っとったもんね。で勇者として旅立たなあかんかったらおかんにどうやって納得してもらおうかなとかいろいろ考えとったもん。いやちょっとごめん、俺勇者としての使命を帯びて中井美智子ちゃんを助けに岐阜市役所行かなあかんでとか説明したら分かってくれるかなとかいろいろ思っとったけど、かなかやっぱ理解がなかったかもしれないね、おかんは、ね、あとファイナルファンタジーやってる時に自分やったら何のジョブになるかなって思ってなかった。あーでも竜騎士いいな。でも竜騎士やったら飛竜が必要やから竜騎士飛竜の餌代かかるなとかそういうこと思ってなかった。ずっと思っとったな俺。あーでもあれやな、白魔導士になってみんなの体力回復してあげてっていうのもいいな。おとんが最近しんどいしんどいとでおとんの体力回復したのもいいなとか。一番俺が欲しかった武器は小学校の時の校長室の外にショーケースが置いてあって、その本郷小学校っていう小学校だったんですけど、小学校のあの旗があったんですよ。で小学校の旗にこういう木の棒がついてて、木の棒の横に旗があるんですけど、木の棒の先が尖ってて、あれが僕の中でのホーリーランスだったんです。あの隣のクラスの正源寺千佳子先生っていうあの先生の家実家がお寺なの。なんで正源寺千佳子先生はおそらくは回復呪文が使えるであろうっていうことで、すごい安直やろ、お寺の娘やからおそらく回復魔法使えるやろうなと思って。社会科の先生の、谷山先生がものすごいリズメで、あごめんなさい、科学の先生だったんで、まあ、科学やったらあの詳しいから、そういうなんていうの、科学を使ったあの攻撃もできるやろうということで、魔法みたいなもんが使えるやろうということで、科学の先生をね、あの魔法使いとしてね入れようと思ってましたね。プラズマをね起こしてメラとかそういうの、伝次郎先生みたいな感じでとかめっちゃ思っとったね。でも一番大事なのはやっぱリーダーシップを発揮する大野先生っていう、冬なのに短パン半袖で来る、ひげもじゃもじゃで頭もじゃもじゃで丸眼鏡しとるジョン・レノンみたいな先生がおったんやけど、大野先生冬でも短パンで股間がもっこりしとるから選手としては抜群やよね。ちなみにね、大野先生のデフォルトのポーズがこうですからね。でも力道山や。大野先生のデフォルトポーズ。でもね、正源寺千佳子先生は小学校ながらに最近ちょっとなんか勉強とかゲームしてると肩凝りますって言うとね、あのいきなりこうやってやってくれたよ。あの冗談が本気か分かんないですけど、臨氷等改善雑鎮前ポンチョンパンチンシャリとか言って、やっぱお寺の娘なんでやってくれたらね、すごい肩の凝りが本当にスッと取れてたんで、あれは今思えばホイミだったと思います。